アウトサイド軌道を直せない人もいたります真っすぐ下ろしていきたいというか外からの軌道を持ち味にしたいいやだってそれは別に否定してないじゃない、えー、それはだってアウトから入ってきてフェースが左に向くのか右に向くのかによってそこから出ていった方向に対して左へ曲がっていくのか右に曲がっていくかっていうだけの話だから例えばね僕なんか見ててねいえもう明らかに方向を右向いてるよね右向いて構えてる人がさインサイドから入れてインサイドに抜いていったらさ全然違うところでたま抜いにっちゃうじゃん だけど右向いてる人がすごく上手にゴルフする人がいるのよそれはだから自分の向きに対して外側から入れてってどういうふうに抜いてるかっていう飛球線に対してはそれでまっすぐの場合もあるんだよただ運動効率から考えると外から入ってくる人は損じゃないですかってその1点で当たることが非常に難しくないですかそれからロフトっていうのは当たるときにどうしても安定しにくいですよねだからそれでゴルフできる人は別に全然それ構まないよ